意味がわかると怖い話、千羽鶴です。それではどうぞ。高校は離れたんだけど、近所の友達、友達っても母親同士が仲良しなくらいで、あんまり付き合いはない。そいつが入院したんで見舞いに行った。なんで入院したのか知らないんだけど、行ったら寝てた。枕元には千羽もない。100羽くらいの折り鶴が釣ってあって、ちょっと触れてみると、クラス一同よりって書いてあった。強く引っ張ったのか、鶴が2つ落ちた。うわ、縁起悪いかもと、慌てて拾ったら、そいつが目を開けた。他愛ない話をして帰宅した。コッケに折り鶴が入ってた。なんとなく広げてみると、折り紙の裏に、2つとも死ね、と、大きく書いてあった。それでは解説です。近所の友達はいじめられていたようです。千羽鶴には全て心ない言葉が書かれているのでしょう。入院したのもいじめが原因なのかもしれませんね。それではまた。